オフィシャルホームページをご覧の皆さん、佐伯大地です。大山巌は新政府軍にいて、その最後までずっとその新政府軍でその時代と戦って、もう日本をこうよく変えようとこう熱い気持ちで戦い続けた男で、その熱い気持ちを胸にこう芝居をしながらもその皆さんとぶつけ合って戦っていきたいですね。やっぱり盾が今回やっと日本刀できるってことで、僕盾長物ばっかりでなかなか日本刀やる機会がなくて、それが単純に楽しみだっていうのと、やっぱりその男の物語だと思うんですよ、このもののふシリーズは。で、あの男っていう字じゃなくて、あの漢字の漢の方の男というか、こうものすごい多分なんだろうな、僕が好きなあのお芝居だと思うんですよ、単純に。本当になんかこう男ってこう、まあバカじゃないけどバカ正直で、こう拳で殴り合わないとわからないことがあったりとかっていうことが、今回盾にぶつけられたりとかしたらすごく楽しみだし、共演者の方とのあの男同士の戦いをお芝居の中で見せられたらいいなってすごく思ってます。僕たちはこれからあの、ね、熱い稽古をして、あの劇場で、ね、皆さんに素晴らしいものを、素晴らしい感情を与えられるように頑張りますので、ぜひ楽しみに男たちの舞台を見に来てください。それではご来場お待ちしております。